繁盛での勝利により討伐軍は全ての君主に認められることとなった。ついに英傑たちは一つとなったのだ。順調に歩みを進め、越城の目前山崎の地に至る。しかしそこで足を止めざるを得なくなった。陣外の敵スサノオ率いる戦海軍の急襲を受けたのである。瞬く間に包囲され追い詰められる討伐軍。しかし幾度も修羅場をくぐり勝ち抜いてきた彼らに動揺はなかった。それよりも気にかかるのは奪旗の思惑、その真の狙いだった。瞬く間に包囲されたか。さすがはスサノオ率いる戦海の精兵たちだな。だがなそのスサノオ自身がまだ来ていない。勝機は十分あるでしょう。まあそれよりも気になるのはダッキさんの方ですか。企みを秘めているのは間違いないだろう。夢監視を怠らぬことだ。戦場に滅びゆ、全てに破滅を。本人は来てないし、余裕余裕。まずはそうね、西の砦を2つ確保してくれるかな。シートカフェ。まだ抵抗するの？なら、徹底的に壊す。おい、さあ、俺とショーだ。覚悟しろ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。実に素晴らしい。おいとけ、次は容赦しねえぞ。敵将、この王竜が撃破した。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。よろしくない状況。どうなっていこうかしら。責任ある立場にふさわしいと活躍です。手本として私も習いましょう。終わりだ。援護していただいてよろしいでしょうか。オロチコ、ご迷惑をおかけしてお恥ずかしいです。ことがそのまま負けではない。敵将を討ち取った。おいどおいどおいど、次こそは我が知略でお前を倒す。見事だな、おろち。7年蓄えた知恵を持って湧いていたぞ。もういいぞ。おりゃ、本気で踏ん張らねえと。もういいぞ。いや、助かります。Thank you.
ていれば挽回の気はある、うんうん、ここまで徹底して追ってくるとはな。スサノオはよっぽどダッキを捕まえたいらしい。それだけではない気がする。すべてを滅べ。もっと別の何かを求めている。この扉は戦術によって閉ざされているか、うん、我が力をもってしても開かぬとはスサノオの仕業か。こうなって南から迂回するしかあるまい。ここは私が食い止めよう、うん、スサノオが求めダッキがひた隠すもの、なんだか、うん、そのような物言いをするのか。貴公の推測は立っているのだろう。まあ、王者の出現に関わるのは何か。その程度の推測です。ここまで押し上げれば十分でしょう。余剰の兵力は下に回しておきます。おかしいな、なかなか壊れない。僕が叩かないとダメなのかな。さすがのお働き。見つけたぞ貴様。悟空、やっちゃってよ。へいへい、悠々の頼みなんでな、ここは通さないぜ。見事な武勇。覚悟せよ。あんた確か、うん、ああ道館から僕を追ってきたの。貴様は俺が倒す。わからないな、どうしてそんな無駄なことをするの。悪いナタ、やられちまった。落ち込み、天王山に近づけるな。迂回なんて見極めよ。この戦いの真実は任せるわ。楽にしてやる。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。楽にしてやる。見とけ、次は容赦しねえぞ。敵将を討ち取った。おいどってことがそのまま負けではない。おいど、俺に任せよ。敵将、この王竜が撃破した。見事な武勇。
降臨。くそ、覚えていろ。俺は必ず貴様を超える。なんだろう、あれ。治癒せよ。よくわからないな。召喚で僕が負けたのは間違いない。間違いは直さないといけないよね。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。おかしいな、こんなことありえないのに。人間には旋回の力が通じにくいんだ。僕も弱いわけじゃない。強化の仕方を間違えたんだ。おいだ、敵将を打ち取った。おいだ、ラブキ、我より逃げることは構わぬ。おとなしく我の持つものを差し出せ。スサノオさんもしつこいな。皆さん、か弱い私を狙うムキムキ仙人をやっつけて。追い詰めたぞ、ダッキー。覚悟せよ。覚悟するのはそっちだったりして、見くびらないでね、スサノオさん。すべて滅べ。我が前に立ちふさがるつもり。責任ある立場にふさわしいご活躍です。手本として私も習いましょう。この勝利だ。力で押しても頑なに隠すのみならば。ご苦労様。じゃあ私は行くところがあるから、じゃあね。そろそろ化けの皮が剥がれますかね。していたものだ。逃がさぬ。滅びの意志は止められぬ。ダッキー、やはり裏切ったか。別に裏切ってないわよ。
太公望さんだって気づいてるんでしょ。そうも、この世界は滅びを望んで、なんとなればオロチが己の滅びを目指してこの世界を作り上げたがい、オロチが生存していた間はそれでも問題はなかった。キャツにも理性が存在し、世界を律しておったようだ。しかし人がオロチを倒した、その時世界の滅びは定めとなったんだ。理性を失った力が緩慢だが確実に広がり、世界の意志と結びついた。そしてかの幼者が生まれたんだ。己の滅びを望む幼者は世界を喰らう。あたかも己が王を飲み込む蛇のごとく、脆弱なる人の子の力ではかの幼者を滅ぼすことかなわぬ。これより先の戦いは我に委ねる。我ら人間が手を出すことは許